が生まれるかもぐらい I still, I still, I love you I waiting, waiting forever I still, I still, I love you 止まらないのよ眠りの淵で夢がくれる思い出のワンデイエノズさんが歌ったロストマイミュージックという歌を聴いていただいてありがとうございました。おたれれです。いつどこだったか不思議に思い出せないんですけど、とある高校の文化祭に通りかかりまして、すごく可愛い女の子がチラシを配ってたんです。校門のところで、その姿、高校生がそんな格好でいいのかっていうようないでたちで、まあ、その子が遡って叱られるかもしれないので詳細は言いませんけど、黄色いリボンが年より幼く見えてすごいお似合いでしたね。その女の子に誘われてありがたく入場しました、文化祭に。チラシはその子たちが作った映画の宣伝で、相当面白かったです。リボンの女の子は監督さんだったから出てなかったのが残念でしたけど、たこ焼きを食べたり哲学的な演劇を見たりして、そうこうするうちに天気が怪しくなってきて、音楽発表でも覗いて帰ろうかと思って行動に行った、そしたらまた会えたんです、その黄色いリボンの子に。バンドのボーカルとして登場したんです。女の子4人組でボーカル兼ギターがリボンの子で、制服のドラムと、制服のベースの人。ギターの子はなんか魔法使いみたいな格好してまして、めちゃめちゃうまかったですね。2曲演奏して、1曲目は God Knows、神の水を知るって曲で、その子のボーカルはとても力強かったんだけど、だいぶ緊張もしていたみたいで、でも歌い終わるとこうふわーっと表情がほころんで、その顔の優しいことといったらもう、でね、MC によると急遽決まった代役だそうで、ああだからその責任感とか緊張感で張り詰めていたんだなって。で、そのリラックスしたいい感じになっての2曲目がさっきのロストマイミュージックっていう歌です。歌詞をよく聞くと失恋の歌なんですけど、私はまあ素敵な女の子たちがラブソングを歌ったと捉えたいですね。あのリボンの子がどんな子かは深くは知らないけど、へんてこな映画を撮ったり代役に抜擢されたり、きっと誰にでも好かれる人当たりのいい
努力家で真面目ないい子なんじゃないかなって思います、うん、またこの子の歌を聞きたいですね。どこから聞いた噂だか忘れましたけど、次は代役じゃなくて映画に主演した子も仲間に入れてバンドを結成して演奏するって、そういう話聞いたんですけど、それを私はずっと待ってます。いつか聞けるんじゃないかなって楽しみにしています。ね、七夕にでも祈りましょうかね、うん、あもう7月も半ばですけど、天文ファンが言う七夕は旧暦なのでまだなんですよ。でもこの子はまあ普通に 7月7日にやってるかもしれませんけどね、はい。じゃあ今日もありがとうございました。